どうも、トモヤンテニスチャンネルの MJ です。今回は、前回ね、江坂のアプローチナイターシングルスに参加させていただいたんですけど、ちょっと僕は、ね、受けてしまいまして、手首をね、怪我してしまいまして、不甲斐ない結果に終わったんで、手首も治りましたんで、今回は補修といたしまして、ジャックテニスパーク杉山というテニススクールに、お邪魔させていただいてます。で、結構ね、僕たちの家からも近いところにありまして、シングルスのオープンシングルスが行われているということなんで、こちらの方に参加したいと思います。はい、で、今ジャージ僕着させていただいてるんですけど、これが、先日ねインスタの方で発表させていただきました、ジャージの、ジャケットとパンツになっております。特徴といたしまして、生地ね、割としっかりとした、生地になっております。で、なんと言っても、今テニスシューズ履いてるんですけど、こういった時のために足元にチャックがついておりまして、着脱が非常にしやすいということになっております。で、サイズ展開が、SML だけじゃなくて、下は120から、お子さんでもいけます。で、上は 3XO まで、サイズが結構幅広くね、作ることができるので、ぜひ、自分に合ったサイズを、ご購入していただけたらと思います。で、今僕が着てるのが L サイズに、両方 L サイズになっております。僕結構ぴったりですね。トモヤも L サイズ着てますね。はい、ぜひ皆さん秋冬はこれを一緒に着てテニスをしましょう。ではシングルス優勝できるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、始まりました。はい、MJ の補修、はい、ということで、僕前回江坂のねアプローチナイターシングルス、はいはいはい、で、ね、事件ですね、ポケてしまいまして、はい、手首、手をねちょっと痛めてしまいまして、じゃあね、このままじゃいけないということで、はい、僕一人で補修に、補修の試合に出てきました。そうですね、はい、あの時 MJ の試合見れないレベルでしたね。はい、もうそうなんですよ、はい、ということで今回ですけど、はい、お相手さんは、はい、おいくつだった？小学校6年生でした、ね、小学生、でも小6にしても結構ちっちゃい子でしたね、精神長的には。ですよね、ちっちゃいんですけど、はい、ここね、ジャックテニスパーク杉山っていうね、京都の、はいはい、あるじゃないですか、はい、そこで開かれてたんですけど、うん、そこの所属の子なんかな、うんうんうん、で、症状とかいろいろ数えてて、うん、大体この子、なるほど、めちゃめちゃすごいやんっていうね、はい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 、サマージュニアとかあるじゃないですか、今日、はいはい、優勝とか、うん、一つ驚いたのが、はい、全日本ジュニア3位。それはえぐい、マジかよ、それすごいっすね、全勝も3位なんだな、書いててすごいな、すごいと思って、ラリーというか、他の試合もねあったんですけど、はい、見てたんですけど、うまかったですね、やっぱり。一応ね、これ総当たりになってて、はい、お互い今、全勝をして、実質の決勝みたいな、感じになってるので、それで優勝決定、そうですね、なるほど、っていう感じになってます。僕ね、この日はちょっとお仕事、そうですね、そう、ちょっと出てもないし、はい、見に行くこともできなかったので、そうですね、はい、全然内容がね、はい、分からなかったんです。そうです、この決勝行くまではどうやったんですか？一応、他にもね、中学生とか、結構全日本ジュニア出てる中学生とかもね、出てたんですけど。そうなんや。はい。なんとか出して。で、でも、打点の入り方いいっすね。わかるんですよ、この一回下がる感じが。そうですね、めちゃくちゃこの子下がるんですよ、結構打ってもあんま決まんないんで、よく取るし、一応試合の形式としては、はい、5-5 タイブレイクの、7、これがタイブレイクがちょっと特殊で、2点差つくんじゃなくて、7点先取、なるほど、っていう形になっています。普通ね、77とかなったら97ぐらいまでありますけど、そうです、ね、ではなく、はい、7先取ったら勝ちと、はい、面白いです。そうです。それで、はい、ジュニアなんで、うん、もちろんこうストロークいいやろなっていうのを思ってたし、うん、でもちょっとジュニアやし荒い部分もあるんかなって思ってたんですよ。そう思いますよね、その前のねジュニア
まあ、こうやったんですけど、まあ、ちょっと荒い部分が目立ってて、うん、あまあそういう感じなんかなと思ってたんですけど、うん、いやもう全くですね。あ全く、はい、もうあの全順全順に3位は伊達じゃないっていう。全然違うんですね、そこまで行くと。全然荒くない、全然ミスしないし、うん、めちゃくちゃ丁寧にラリーもしてくるし、はい、まあラリーをする中で結構嫌やったのが、うん、角度バックハンドとかに角度つけて打ったらまた角度つけて返してきたりとか、おその精度が結構高くて、うんうんうん、であとはまあまあ身長もちっちゃいっていうのもあるし、高さを使っていこうと思ったんですよ、うん、もうスピンかけてバックの高いところとか高いところを出そうと思ったら、うん、高いボールの処理がまあ上手くて、うーん、まあ多分身長的にもまあそういう教えられてるんかと思うんですよ多分、うん、まあ、身長的な、あれをなくすために高い打点をしっかり打つっていう練習もしてるでしょうし、うん、それもあってか高い打点がめちゃくちゃ上手くてね。そうなってくるとやっぱループボールとかあんま使いにくくなってきますよね、うん、そうです ね、 ね、まあ、時間を稼ぐ分にはまあいいんですけど、うん、それでミスらすっていうのは結構厳しかったですね。うん、なるほどなるほど。確か見ててもフォアハンド高い位置から結構打ち込んできてますよね。そうですね、そう結構打ち込んでて、その打ち込む逆クロスの角度が結構良かったんで、うん、そう、あとね、はい、まあでもこの今 3-1 やってるんですけど、中盤最初の方は、はい、まあまあポンポンポンといけて、うん、で、あ、いけるかなって思ってたんですけど、まあ試合の途中やったらそういうのをやっぱ感じたりしますよね、うん、そうですね、うん、まあまあ時間の長さ的に見てもらったらね、うん、分かるんですけど途中からねちょっとね、まあ、巻き返しというか、はいはい、完全に僕がチキってしまうんですけど、あ、出た出た、うん、完全にチキってしまうんですけど、ね、MJ ってさ、うん、なんで勝ってるのに途中でチキんのなんかねこれが逆に今 1-3 でなんかこうプレーがちょっとこうちっちゃくなるみたいなの分かるんだけど、うんうんうん、3-1 なのにちっちゃくなるっていうなんかね、でも最初の方は、うん、まあ最初の方も別に攻めめちゃくちゃ攻めてたわけじゃないんですよ、うん、でまあちょこちょここの相手もミスをしてくれてたんですよ、うんうんうん、どんどんまあやっぱりこう打ち込めなかったんでちょっとチキってる、うん、最初からまあちょっとチキってる部分あったんで、うん、打ち込めなかったんでだからラリーがなく長くなるわけじゃないですか、うん、そこで多分相手の調子がどんどん上がってきたんですよね。なるほど、ラリーをすることによって、そういうことね。でどん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 ミスも少なくなって打ち込むとこはどんどん打ち込むようになってきて、うん、で結構、まあ、まあここから競る展開になっていくんですけど、うん、っていう展開になってきて、おちょっとまずいぞと思って、なるほど、でなんですよね、逆ちょっとチキリモードに入ってしまったりとか。その MJ が、はい、そのチキンハートになった時、はい、どういう感覚になるの？そうね、なんか例えば僕だったら、はい、スライスを多用しちゃうとか。あ、わかります。そうですね、ちょっと低いボールに変えちゃうんですよ。でも完全に打ち込めるボールをつないでしまうんです。あー、なるほど、打ち込まないといけないボール、はい、しっかり振り切らないといけないボールをつないでしまう。あ、そういうタイプね、うん、っていう風になってしまいますね。はい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 、うん、それを1個乗り越えれたら振り切れるんですよ、うん、なるほど。でもそのモードに入ったらまあ抜け出せるんですけど、うん、そのモードに入ることも多々あるっていう感じですね、うん、まあ、これは自分の課題なんで、うん、あとはねちょっと試合感とか、うん、そういった部分も、まあ、ラリーしながら取り戻していこうと思ってラリーをしたっていうのもあったんですよ。あ、ガンガン打つっていうね。まあ江坂、まあまあ試合し、うん、ほぼしてなかったけど大きくやっぱ違うのが、うん、江坂ハードコートだったじゃないですか、うん、そうそう、今回オムニコートで、はい、オムニコートやとやっぱりちょっとラリーよく続くし、続きますね、うん、そうなんですよ。その点ね、やしハードコートよりもその相手を外に追い出したりっていうのが、うん、それがこう下がればやっぱり返せるじゃないですか、うん、そこはやっぱり一歩ポジションを上げて攻めの展開に持っていかないといけないんですけど、うん、そこがなかなかこうねチキビーモードになってしまうとね、うん、なかなかできなくて。なるほど、うん、いやなんかそのみんなあると思うんですよ、うん、そのちょっとこう調子が悪くなってしまうというか、うん、チキンハートになってしまう時、そうですね、その時に、うん、なんかこう自分ってどうなるんだろうっていうのを知っておく、うん、っていうのってすごく大事。そうですね、大事ですので、うん、僕の場合は
あのそうなってしまうので、はい、もうこれはラリー勝負にするしかないって思って打ち込めなかったんで、うん、であとは、高さと深さを使っていこうと思って、うんうんうん、ラリーをしてました、うんうん、あとはまあまあサーブ、あと僕ねずっとねここ最近まあサーブを打ったら腰を痛くなってたんですよ。ほう。ずっとね、はいはいはい、それをどうにか直さないと動きも悪くなっていくし、じゃあ、ね、どうにか直さないといけないと思っていて、サーブのフォームを最近ずっと変えてるんですけど、ほう、まあ、痛くないフォームになったんですけど、うん、なかなかその精度が悪くて、うん、全然こうファーストサーブフラットサーブとかが入らなくて、うん、だこの試合終始フラットサーブっていうのがエースとかほぼないですね。あ、なるほど。なかなかその違ったフォームでバシッと合わせ今でも結構合わせれなくて、うん、そこはちょっと練習中なんですけど、うん、割とこうスピン系のボールをサーブでは対応してました、ね、うん、でもこの子、うん、このまあ相手が身長大きいっていうのもあるし、はいはい、まあ、ビッグサーバーっていうのは読めるよね、はいはいはい、ってなる。だからなのかわからないですけど、かなりポジション後ろっすよね。画面からいないですもんね。いないですもんね。これだってデュースサイドの方にカメラ置いてますけど、それですら画面にいないんで。そう、最初ね、まあまあ僕らまあ大体カメラを2画面に置いて、はい、片方は後ろ、コートの後ろ、うん、で片方はこの画面斜めからって撮るんですけど、うん、まあお母さんがね、うん、この子めちゃくちゃ下がるんでカメラ当たっちゃうかもしれないですって言ってない。そう、あ、確かに、あ、そうですねって。まあ後ろもそこまで広いわけじゃないんですよ、うん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 、ですのでこれはそれはまずいですねっていうことで、うん、斜めの視点で置いてるんですよ。なるほど。そうそうそう、そういうことね。確かにカメラ当たるぐらい下がってましたね。そうなんや。フェンス当たるぐらい下がってましたね。僕の餌かの試合の時ね、うん、相手の方当たってましたからね。そうですね。ですので結構下がってラリーもするんで、うん、テンポ的には速くならないんですよ、うん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 、だから焦るっていうのはなかったんですよ、うんうん、まあチキってはいるんですけど、うん、バシーンってエース取られてボン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 って点を取られていくっていう感覚はなかったんですよ、うん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 、まあ、常にちょっと余裕はありながらラリーをしている。なるほど。でたまにその中で何ていうんですかね、めちゃくちゃいいコース打ってきてエースは取られることはあるんですけど、うんうんうん、だからまあ心の余裕的にはそこまでなったんですけど、うん、焦るってるわけじゃなかったんですけど、うん、ただまあまあ自分の展開に持っていけてたかっていうと、うん、中盤は全然そんなことなかったかなっていう感じですね、うん、でもまあ見てる感じでは、うん、なんかこう、まあ、主導権を握られてるとか、うん、そういう風には見えないっちゃ見えないですけどね、うん、まあまあまあお互いラリー、うんうん、しながらっていう感じなんですけど、本来はここでちょっとこう甘くなったのを打ち込まないといけないとか、うん、まあ、前に出ないといけないっていうのが僕の中の課題なので、うんうんうん、あとはやっぱり一つの課題として振られた時のボールがどうしても浅くなってしまうことが多くて、なるほど、やっぱり強い人って深いボール、ディフェンスの部分が強いじゃないですか、はいはい、そこはやっぱり強化しないといけないなって感じますよね、うん、特にバックに振られた時に浅くなることが多くて、うん、そう、やっぱ上手い子は決定力もあるし、はいはい、どんどん決めてくる。そうですね、うん、しかもこの子取りますね。そうなんですよ、すごいね。あっこまで追い込まないとエース取れないん、ね、そうなんですよ、うん、いや小6ですよ。いや本当にびっくりしましたね、はい、うん、小6って何してたの、うん、テニス始めた時は。確かに僕もそん、うん、小5ぐらいですからね、うん、もう何も分かってなかった。何も分かってない時は、うん、攻めるタイミングとかも全て分かってますよ、これ、うん、そう、すごい、やっぱ全日本で出ると違うな。いやちょっとね、出てるところじゃないですよ、うん、勝ってるんですか。そうですね、うん、そういう経験とか、まあ、場数的な部分では僕より経験あるかもしれないですからね。 あるかもしれませんね、うん、言ってしまったら、うん、大きな舞台を踏んでますから、うん、そうってなるとね、結構やっぱメンタル的に強い部分は感じましたね、この子の。あ、なるほど、うん、ここでこんな攻めてこれんのかとか。ああ、そういうことね、うん、もうスッと攻めてくるんで、打てるところはね、はいはいはい、そう、まあ、前も出ないといけないなと思ってちょいちょい前出たりもしてるんですけど、うん、こうマッチポイント前出てますね。そうなんですよ、うん、でも見事にまあ、うん、ここはちょっと浮いてしまって、うん、
生きるのかしら。そう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 、やっぱりこうバックが下手とかフォアがちょっとあれとかなかったんでね、うん、まあ、サーブはちょっとね威力、まあ、身長の部分もあると思いますけど、うん、威力なかった、これからやね。そうなんですけど、うん、結構穴がなくて、いや、ね、見ててもね、うん、難しいね、まあ、唯一ボレーがね、うん、ちょっとまだあれかなっていう感じでしたけど、なるほどなるほど、うんうん、ですね。だからこれ見てるだけではストロークこういう風にした方がいいなっていうのはないよね。うん、うん、そうです、これもちょっと下がってしまうっていうね。はいはい、うん、そうやね、今の完全にそうなんですよ。ボスのマッチポイントなのに、うん、気に入ってるっていうね。そうやね、あ、アウトかな。そう、ちょっとアウト。ああ、まあ、これでゲームだったね。そうです。でもまあ一応まだ MJ リードというね。はい、はい、テイクバックが大きい。ここって確か松田龍樹選手、はいはいはい、近畿大学の、はい、いるじゃないですか、超有名人。そう、ここ、まあ、所属というか、まあまあいるじゃないですか、はい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 、そうだから、まあまあ一緒に練習したりもしてるんかなと思うんですけど、うん、なんか松田龍樹選手のちっちゃい版みたいな、おフォーム的にもちょっと似てますね。そうそう、テンポのまあまあ速さ的にもなんか似てるなと思って、うんうんうん、これ大きくなったらやばいことなんやろなって思いました、ね、ああいう感じになる、うん、えげつない、そう思いましたね。いや、松田龍樹選手、まあ、正直な話、うん、同じ関西じゃないですか、はい、まあ、見ることあるじゃないですか、はい、試合とか、はい、1人全然レベル違いますもんね。いや違いますね、ほんまに、うん、もう体全身使ってすごいですよね、うんうん、身長もそこまで高くないし球もそんな速くないんかなとか思うんですけど、めちゃくちゃ速いし、はいはい、うんうん、テンポも速いし高い打点めちゃくちゃうまいし、いや、この子、うん、この身長やったら普通ね下がるんすよね、うん、下がってボール落としてスピンかけて深く打つっていうのは、そう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 、だから前入ってますからね、高くボールを打った時は下がらないんですよ、高い打点で打つんですよ、はい、はいはいはい、まあそうじゃない時は下がってるんですよ、うん、結構だからその使い分けはまあこれ動画にした時に見てたら、あ、うまいなと思って、はい、うん、全部下がってるわけじゃないし、うん、こう下がるとこは下がるし、うんうん、そういう戦術とかやっぱうまいなと思って、今のフォアとかね、うん、めちゃくちゃ打点高いんですけど、うん、そうなんですよ、めちゃくちゃ綺麗に打ち込めてるね、うん、これ僕まあ MJ もコーチじゃないですか、はい、ジュニアまあ育成まあしたことありますけど、はいはいはい、あの打点でこの小柄で、うん、どうやって打ってんやろう ね、ここね、あ、こんな最後のフォアハンドしっかり決めるところ、うん、まあ、威力自体はねそこまでめちゃくちゃ速いとかわけじゃないんですけど、うん、やっぱ角度が結構つくんで、はいはいはい、それが厄介でしたね、うん、角度つけるのがうまくて、うん、いやそう、フォームも綺麗ですもんね、うん、そうなんですよ、本当びっくりしましたね、うん、いや僕、まあ、ジュニアの頃から言われてるのが、はい、フォームが一定の子ってやっぱり上手くなる、はい、うん、あーそうですね、もう一定でしたね、うん、言うたら一定っていうことは適切に打点に入れてるっていうことですもんね、その通り、うん、打点に狂いがないですからね、うん、正直このテイクバックの大きさで打点がボールに入れてなかったら多分振り遅れたりとか結構連発すると思うんですよ、うんうんうん、でも全部合わせてきてるんで、うん、それだけボールに入る能力とかね、高いとか、うんうん、やと思うし、僕らもなんか調子悪かったら、うん、例えばストレートとクロスを打ち分けるってなっても、うん、なんかちょっと無理やりクロスいっちゃってる時とか、ね、うん、ちょっとこう手首でいっちゃったりとかありますね、うんうん、それってもうまあ入ったとしても、うん、今はいいかもしれないんですけど、うん、その時は、うん、後々考えたらあんま良くないんですよ。そうですね、うんうん、なんか見た目は狙えたはるなと、うん、僕たちの動画とか見てもらってちゃんと狙ってるなと思うんですけど、うん、まあ、振り抜けてるかって言ったら振り抜けてるわけじゃないですか、ね、そうなんですよ。あとはボールの伸びがあるかって言ったらそこまでないっていう、ね、うん、スピンにはかかってますけど、うん、スピンの量が増えすぎたりとか、うん、やっぱりするんで、うん、浅くなってしまったり、そうやね、エースになかなかならなかったり、ね、あ、そうやね、その通り、うん、してくるんで、うん、質の悪いボールがいっちゃうんですよね。もうなんやかんやタイブレイクまでいってしまいました、ね、いってますね。ここになったら7ポイント選手ですね、うん、そうですね、はい、やっぱりね、まあ、どんだけ強いジュニアやとしてもやっぱ小学生に負けたくないじゃないですか、ね、いや間違いない、それもあってチキってたっていうのも正直あります、ありますね、うん、正直あります、分からんでもない、うん、
大の大人がそうこの身長差ね。そうだね、うん、もうなんか自分で見ててちょっとこうなんかねあれですもん、ね、やっぱり、うん、お母さん後ろ見てるし違うプレッシャーもそう、うん、いやこれちょっとって思ってましたね。いやこんだけリターン下がってると、うん、ふわっと打っても取られちゃいますね。いや取られますね、うん、結構打ち込む部分もちょいちょい打ち込んだんですけど、うんうん、取られるし、これは MJ 言ったみたいにあの打ち込まない方が、そうですね、もうラリー戦に持っていって、うん、まあ我慢勝負じゃないですけど、うんうん、チャンスを探す旅と言いますか、そうですね、うん、それの方が正しいんじゃないかなと思いますね。だここぐらいのこのタイブレイクあたり、うん、にはもうそういう展開にしていきましたね、うんうんうん、でまあ、あの打ち込めるところは打ち込むんですけど、まあ、決まらんやろなって思いながら打ち込むっていう、なるほど、うん、深さをちょっと意識しながらやってましたね、はいはい、これでもいい感じですね。タイブレークあの MJ から常にリードしてる、うん、そうですね、しかも今においては2ポイント差ついてますから、うん、これおっと、なんだ今のブロックショットです。ブロックショット、はい、あ成功、はい、成功します。危なかった、まあまあ危なかったまあまあ時間のあるドロップショット、危なかった、はい、強引に、はい、こうなったら結構攻めていきたいですね。そうですね、うん、見せてください、見せてますまあ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 、まだ5-5さんというですね。そうですね、あーサーブのやっぱファーストサーブをねもっとやっぱりフォーム変えてから入れないといけないですよね。精度もね、うん、なかなかあんだけ後ろ下がってると、やっぱりデュースサイドやったらワイドサーブを使っていきたいですよね。そうですね、うん、そうですね、で追い出して次のボールを僕やったらボレー行くんですけどね。ああそうですね、まあちょいちょい行く場面はあったんですけどね、うんうんうん、なかなかまあ、課題としてね、はいはいはい、マッチポイント打ってますね、うん、ちょっと攻めてますね。やっぱマッチポイントは攻めないと、ね、うん、果たしていきましょう、はい、いや強かったです。将来がもう楽しみすぎて楽しみでしょうがない、仕方ないですね。今後応援しましょうか、はい、はい、じゃあ今回 MJ の補習ということで、はいはい、また何かあったら頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試合終わりました。あの優勝させていただきました。まあ結構ジュニアの子で、強いジュニアの子、まあ、だったんですけど、まあ要所でちょっとめちゃくちゃちょっと中盤はちきってしまったんですけど、まあ、最後の方で、ね、結構まあまあこう振り切れる場面もあったんで、そこでちょっとこう何か、掴めるものがあったので、僕の中で結構それはいい経験だったかなって、思います。やっぱ長い試合を経てなんか掴んでいくものってあると思うんで、それを得れたんで非常に今回は良かったかなって思います。まあ、実績あの結果もついてこれたんで良、かったかなって思います。またねこのジャック、テニスパークの住山さんで試合とか行われてるみたいなんで出たいと、トメンも一緒に、出たいと思います。で他 の, あのシングルもぜひどんどん出ていって、シングルの修行をトメアンと一緒にしていきたいと思います。それでは。